小坂賢治は、日本の鉄道車両工学の専門家、エスペランティストであり、日本のエスペラント運動の党とも称される。エスペラント著作では、賢治・オッサカと辞書した。1901年に、陸軍幼年学校に入学、主官する者の除退し、第一高等学校を経て1916年に、東京帝国大学校科大学機械工学科を卒業し、鉄道院に就職。 客車、貨車の技術者となった。1938年に退官し、日本車両製造株式会社勤務、後に神奈川大学工学部教授を務めた。小坂賢治は国際語エスペラントを1906年に双葉亭氏名の世界語により知る。1907年に横須賀エスペラント会を再建。1911から1916年に 当社版釣りのオリエンタスティーロを独力で観光。1916年より日本エスペラント協会の運営に参加するも、その組織実態に飽きたらず、1919年に浅井恵林、藤沢近浦と共に日本エスペラント学会を設立。その後、同学会が日本のエスペラント運動の中心機関となる。同学会事務所は東京市の小坂宅に置かれ、 機関シらリベオリエンタの編集に1925年まで携わる。その後、2年間の職業上の欧米滞在を経て日本に戻ってからも精力的にエスペラントの活動に参加する。1938年の第26回日本エスペラント大会で小坂にちなみ顕著な活動をしたエスペランチストに贈られる小坂賞が設定される。百六十八年 財団法人日本エスペラント学会において会長に任せられる。国際的には1958年から1967年にエスペラント語学院会員であった。小坂千弘ことバンク柴川また門、人事更新録第4版、大正4年1月。ありがとうございます。